はい、おはようございます。いよりひどです。本日もですね、こちら意味がわかると怖い漫画を進めていこうと思います。はい、3週連続ですが、なんかね、数値だけ見ると割と好評なので、こちらの方やっていこうと思います。はい、本日は、前回ね40までやってるはずなので、41からですかね、やっていきましょう。そうですね。宅飲み。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ちょっとマイクの位置を移動しました。じゃあ本日ね、こちらの宅飲みの方からやっていこうと思います。ほい。ステージ41、宅飲み。彼女の身に危険が迫っている。それがわかるのはどこか。はい、同じアパートに、住むゆ、友達と二人で宅飲みしたんだけど、気がついたら寝落ちしていて、友達はいつの間にか帰っていた。ああ、申し訳ないことしたな。一人で、飲み直すのも微妙だなと思って、お風呂は明日の朝でいいやと。ふわぁ。玄関の鍵が閉まっていることを確認して眠ることにした。玄関の鍵が閉まってるのがおかしいですね。友達は帰った。まあでも、なんか、人の家の鍵閉めずに帰るのも微妙。違うんだ。人の家の鍵閉めずに帰るのも微妙ですよね。気づいたら友達がいなかったってことかな？あ、違う。お、早速難題ですね。ガチャガチャと。よいしょ。あ、やっぱそうですね。彼女が寝落ちしている間に友達は帰っていた。友達が帰ってから彼女が起きるまでの間、本来であれば鍵は開けたままになっているはずだが、鍵はなぜか閉まっていた。つまり何者かが部屋に侵入し、鍵を閉めてどこかに潜んでいるのか。あの感じだとお風呂なんですかね。でも本当に人ん家の鍵開けたまま帰る友達が一番怖いですけどね。はい、それではステージ42タワーマンション。明らかにおかしなことが起こっている。それはどこか。明らかって言ってますね。私はこのタワーマンションの最上階に住んでいる。上に登ります。いい女はいい部屋に住んでいい男と結婚しないとね。ピコ。4階に住むくらいならもっと安いところに住めばいいのに。貧乏人って哀れね。明らかにおかしい。まあ、このね、最後の顔がおかしいですけど、こういう場合は、大体あれですね。こういうボタンが怪しい。はい、正解。操作ボタンが点灯するのはボタンを押した時だけだ。誰も押していないボタンが突然点灯するのは明らかにおかしい。もしかしたらこのエレベーターには彼女以外に見えない何かが乗っているのかもしれない。つまり彼女しかエレベーターに乗っていなかったのにボタンが点灯するのはおかしいってことですね。まあね、4階っていうところがね、心霊トンネル。先頭を歩いていた男性だけトンネルの中に取り残されてしまった。その理由がわかるのはどこか。ここは有名な心霊スポットだ。うわぁ、マジで出そうだなぁ。二人とも私のこと守ってよ。へへ、考えとくわ。目がねぇ、目がねぇ。お、目悪くねえだろ、お前。バカなこと言ってないで帰ろ。ああ、目がね、目がね、目を取られたってことかな？はい、正解。どういうことですかね？先頭を歩いていた、男性のメガネはメガネではなくメガネだった。つまり目がなくなってしまったのだ。男性がトンネルに取り残されてしまったのは目を失って何も見えなくなってしまったから。取り残された理由にはなるのかな。友達が連れて帰りそうですけどね。心霊トンネルって行ったことありますか？私、仕事で一度だけありますね。別にね、心霊トンネルを取りに行ったわけではないんですけど、取材したところがね、たまたまね、心霊トンネルだったっていうところでね、神奈川県の某所ですね。
失礼しました。ちょっと最近あれですね。喉が乾燥しますね。ちょっと一杯飲ませていただきますね。はい、レモン堂ですね。はい、神奈川県の某所にですね、お仕事で行った時にたまたまそこがね、心霊トンネルだったんですけど、まあ厳密に言うとそこのね、心霊トンネルの上の取材だったんですけどね、そこ行く途中で心霊トンネル通って帰る時も通ったんですけどね、そこのね、なんかね、ちょっと古墳みたいなところがあって、それがね、文化遺産かなんかだったんですよね。で、そこ取材しに行って帰る途中にそこを通ったんですけど、まあね、トンネル自体は正直そんなに何も感じなかったんですけど、なんかその取材自体がね、すごく嫌な感じしたんですよね。ま、結構真っ昼間ですよ。真っ昼間なのに、なんかジメジメというか、ヌメヌメというか、何かに見られてるみたいな感じがずーっとしてて、嫌だな、嫌だな、なんて思って、帰るじゃないですか。でね、どうしても気になったんで、ネットで調べたらやっぱ心霊スポットだったんですよね。何も知らないけど、幽霊を感じたことが過去にあります。やっぱね、そういうとこってちょっと違いますよね、空気が。お次がハンバーグも、タイトルがね、嫌な感じですね。食卓にはとんでもないものが並んでいる。それがわかるのはどこか。うちの奥さんが作るハンバーグは絶品だ。美味しいけどいつもと違う気がする。レシピ変えた？よくわかったね。今日は千葉さんのお肉にしてみたの。千葉さんのお肉だね。千葉さん。はい、正解。奥さんは今日は千葉さんのお肉にしたと言っている。千葉県産ではなく千葉さんのお肉、つまり人肉だ。味がいつもと違うのは人肉ハンバーグだからである。人肉って美味しいんですかね。どうなんだろうね。この後、親友は命を落としてしまった。その理由がわかるのはどこか。友人に、親友に彼女を奪われた。略奪したみたいになって悪かったな。あいつがお前を選んだんだ、仕方ねえ。怒ってないのか。ああ、怒ったところで何も変わらないからな。俺は男として親友の背中を強く押してやった。ああ、これだね。これなんか意味がわかると怖いっていうか、もう言葉遊びになってますね。彼女を奪われた男性は親友の背中を力強く押した。そう、物理的に。信号待ちをしていた親友はそのまま道路に飛び出し、てんてんてん。いやー、怖いっすね。穴。お姉ちゃんは何を埋めようとしているのか。お姉ちゃんどうしたの？プリンを埋める穴を掘ってるんだよ。プリン？あのプリン、お姉ちゃんだったのか。そう、プリン。なんだ、プリンを埋める。プリン食ったから、この子が埋められると。お姉ちゃんはプリンを埋める穴を掘っているといい、弟はあのプリンお姉ちゃんのだったのかと言っている。つまり、お姉ちゃんは自分のプリンを勝手に食べた弟もろとも埋めようとしているのだ。食べ物の恨みは怖い。ああ、生き埋めだったらいいですね。ステージ47、放課後。違和感があるのはどこだ？うめえ。学校帰りはハンバーガーに限るよな。ガヤガヤ、都市伝説で聞いたんだけど、この店のパティって人肉が使われているらしいぜ。バーカ入ってるわけねえだろ。人肉はもっとうめえよ。だはは、いやいや、やっぱ嘘だよなーって違和感がある。こいつ人肉はうめえよっつってますね。はい。黒髪学生は人肉はもっとうめえと言っている。まるで人肉を食べたことがあるかのように。まあ、そんなね、美味しくないんじゃないですかね。絶対豚とか鳥の方が美味しいですからね。わざわざ人を食べる理由はないですね。セルフィー。彼女が言葉を失ったのはなぜか。有名な心霊スポット行ってきたんだ。私はそういうの絶対無理。でも収穫なし。写真も撮ったけど何も映らなかった。ほら。映ってるね。映ってる？映ってる。何が映ってるんですかね。この子ってこと？ああ、違う。一人で行ったわけじゃないですね。写真も撮ったけど何も映らなかった。
なんすかね。何か映ってる？ああ、これ誰が撮ったのってこと？そういうこと？はい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 。友達が撮った写真は、自撮りのはずなのにスマホが映っている。被写体とは別の第三者が撮影しないと、このような写り方はありえない。そんな写真が友達の、スマホに保存されていた理由は、誰かに撮ってもらったんじゃないですかね。退院祝い、友人が犯人である可能性を、示しているのはどこか、俺はひき逃げに、あって入院していたがようやく退院することができた、退院してすぐ幼馴染が退院祝いに来てくれた。大変だったな。お見舞い行けなくてごめんな。そんなの気にしなくて大丈夫だよ。今度はちゃんとお見舞い行くからな。なんだよそれ、縁起でもないこと言うなよなるほどね。つまり、こいつが犯人ということですね。はいはいはい。友人は今度はちゃんとお見舞いに行くと言っている。まるで男性がまたひき逃げにあって入院することを知っているかのように、うん、入院させるために引いたんですかね。ステージ50、鏡の世界。違和感があるのはどこだ。違和感シリーズ多いですね。鏡の自分に話しかけてはいけないらしい。鏡の世界の自分が現実世界の自分と入れ替わろうとするんだとか。お前は誰だって、何やってんだ俺は、アホらしい、ポリポリと、風呂に入って寝るかって言ってますね。これはどこがおかしいんですかね。ポリポリしている手が逆ってことかな。現実世界の男性も鏡に映る男性も左手で頭を描いている。本来なら鏡に映る男性は向かって左側の手で頭を描くはずなので。やっぱそうですね。うん。格差社会。数日後、高級マンションに住む友達が遺体で発見された。その理由がわかるのはどこか。私の友達は大学生のくせに 3LDK の高級マンションに住んでいる。一方、私は 1K のボロアパートに住んでいる。事故物件でもいいから私もいい部屋に住みたいな。あ、そうだ。はいはいはい。事故物件にしたってことですね。うん。これ、トンチが効いてますね。座布団1枚。あ、違う。違う。え、どういうこと？事故物件でもいいから、これじゃないのかな。あ、違う。どこだ？あ、そうだ？いや、ちゃうやろ。あそこの事故物件でもいいからのとこやろ、この場合は。ボロアパートに住む女性は、事故物件であれば相場より安く住むことができることに気づいた。その後、女性は 3LDK、に住む友人の命を奪って、故意的に事故物件を作り出すことで、自分の家にしようとしたのだ。まあでも、2割3割ですけどね。事故物件になったからといって30万の家が5万になることはないので、これは結構無駄な、あれですね。え、不良品。ヘッドホンは壊れていた、いなかったようだと、それがわかるのはどこか。買ったばかりのヘッドホンが壊れた。5万円もしたのに最悪だ、クソが。テレビを見ようとしたが、テレビから何も音が出ない。明日は全国的に、雨模様となりそうです。どうやらテレビまで壊れてしまったようだ。ついてなさすぎて笑えてきた。ああ、そうですね、テレビからも音が出てないと。つまり、聴力を失ったってことですかね。男性はテレビからも音が出ないと言ってるが、テレビからは音が出ている。つまり壊れていたのはテレビでもヘッドホンでもなく男性の耳だ。気づかぬうちに男性は聴力を失ってしまってため、テレビの音もヘッドホンの音も聞こえなかったようだ。泣き声。男性はどうして歩き出したのか。かっこかっこすすすすこれあれだね、女子高生の。
女性のスマホ着信音はカッコーカッコーという珍しい音だ。男性は目が不自由なため、その着信音を信号が変わった音と勘違いして歩き出してしまったのだ。どうなんですかね。意外とね、視力に難のある方って聴力優れてたりするんで、それは間違いないんじゃないですかね。海水浴場。女性が命を落としてしまった原因は何か。この海水浴場ではなく、水難事故が、起きると。なんだワカメか。亡くなった女性。今日もまた、水難事故が起きてしまったようだと。女性が命を落としてしまった理由、多分このワカメがこの女性なんでしょうね。だから、この人が助けなかったからってことなんですかね。浮き輪の女性がワカメだと思ったのは溺れた女性の 髪の毛だった。掴まれた感覚も気のせいではなく、溺れた女性が助けを求めていたのだ。浮き輪の女性の勘違いがなければ女性は助かったかもしれない。それは言いがかりでしょうね。まあね、手で掴まれたらさすがに分かったと思いますけどね。もはやね、この巻きついた段階でね、黒髪の女性は亡くなっていたんではないでしょうか。まあ確かにね、これは、意味がわかると怖い話ですね。はい、SOS。SOS。SOS って知ってますか？アリス SOS ですね。なぜ男性は走って逃げたのか。大丈夫ですか？助けてください。たたたたた、走って逃げた、と。あれでしょ？顔が血だらけだったからじゃないですかね。公園で泣いて出た女性は返り血を浴びていた。女性の助けてくださいは人を殺してしまったということなんだろう。でも、ちょっと暗いところで血だらけの女性いたら返り血とは思わないですけどね。普通救急車とか呼びますよね。お祓い。女性が交通事故に遭ってしまった。原因は何か？私は幼い頃から、頭痛に悩まされていた。霊媒師に話を聞くと何かが取り付いているらしい。私はすぐにお祓いをすることにした。お祓いのおかげか頭痛はしなくなったが、今度は交通事故に遭ってしまった。交通事故に遭った原因。これちょっと難しいですね。頭痛。お祓いをしたからってこと？守護霊かなんかだったってことですかね。女性が、交通事故に遭った原因はお祓いをしたからだと。頭痛は女性についていた霊の仕業だった。しかしそれは女性に迫る危機から守るための警告だったのか。その霊を失ったため彼女は交通事故に遭ってしまった。はい、物件探し。数日後、男子大学生は逮捕されてしまった。その理由がわかるのはどこか。不動産。築浅で、駅地下で格安の物件ないかな。お前わがままだな。だって、今の家古いし家から遠いんだもん。よし、わかった。じゃあ俺に任せろ。わからん。男子大学生は友達のために、築浅で駅近で格安の物件を作り出した。その部屋の住人の命を奪い、事故物件とすることで、家賃を相場以下に落としたのだ。そんなとこ住みたくないですけどね。さっきの話と似てますね。ステージ58、目撃者。違和感があるのはどこか。殺人事件が発生した。現場には、証拠らしいものは何も残されていなかったが、目撃者の男性がいた。男性は後天性の全盲だったため、目撃者とは呼べなかったが、犯人の特徴を聞いてみた。そうですね。詳しくはわかりませんが、20代くらいの男性だったと思います。見えてないのに、20代くらいの男性とかって言ってるのがよくわかんないってことですね。はい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 。目撃者の男性は20代くらいの男性だったと思うと話している。しかしこの男性は盲目のはずなので、性別はまだしも年代を、確認することは不可能なはず。嘘の証言をしているこの男性こそこの事件の犯人なのだと。にやるほど。サンデーじゃねえの。ステージ59、放課後。
女子生徒を傷つけている犯人は誰か、その怪我はどうしたんだ、ちょっとつまずいただけです、誰にやられたんだ、転んだだけです、よし帰りなさい、からいじめられてるのかな、用事がないなら早く帰るよ、さようなら、こう先生だよね、多分ね、これかな、違う、難しい、女子生徒を傷つけているのはこの人ってこと？あ、正解だ、女子生徒に怪我をさせているのは教室で鼻押しをしていた男性教諭だ、その怪我はどうしたんだというのは事情を聞いているのではなく、女子生徒に口止めをさせようとしていたのだ、どういうことだろう、わからん、では本日ね、20問目ラストの問題です、悲しんでくれ、女の子の家族はなぜ命を落としてしまったのか、かな、おじいちゃんとお話ししなくていいの、かな、わざわざお見舞いに来てくれてありがとう、おじいちゃん大丈夫、もしおじいちゃんが死んだらパパとママと、一緒に悲しんでくれるかな、もちろんでも死んじゃいだよ、おじいちゃんが亡くなってから数日後、悲しいニュースが世間を、駆け渡ったと、パパとママと一緒に悲しんでくれる、かな、はい正解、はい、おじいちゃんは孫のかなちゃんにパパとママと一緒に悲しんでくれるかと聞いた、あ、そういうことか、しかしかなちゃんは、パパとママと一緒にかな死んでくれるかなと勘違いした、なるほどね、これまたトンチが効いてますね、座布団1枚、おじいちゃんが亡くなった数日後に悲しい事件が起きたのはこのためだ、でもね、あのちっちゃいかなちゃんが両親殺せるかな、どうだろうね、まあね、作り物の話ですので、そんなところでしょう、はい、というわけで、本日もね、意味がわかると怖い話でした、なんかね、これちょっとね120問あるんですけど、ちょっとねさすがにあれですね、似たような問題結構出てきますね、はい、でもね一問にも本当にね、あ、そういうことだったのかっていうね、話があるのでね、とても楽しい、楽しゅうございますね、はい、というわけで、今週の意味のわかると、怖い漫画でした、ね、もう3週続いたんで次回ちょっと別のものやりましょうかね、はい、でもねなんかねショーツ動画とか上げてると割とね、このシリーズね再生数取れたりするのでね、まあね誰が見てもねすぐに面白い、内容だと思うので、ぜひね120問やっていきたいと思っております、はい、それではね、私のチャンネル、現役プロデューサーのチャンネルでございます、似たようなねことばっかやってますけどね、そろそろ3月20日にとうとうモコピーさんもね届きますので、どんどんいろいろやっていこうと思ってますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、はい、それではまた次の動画でバイバイ。